静岡お茶の感じの曲なんです。そう、静岡お茶の感じ。伊豆に行った時にできた曲です。はい。2年前に作りましたね。8月8日。それではお送りしましょう。サミヤさんとお茶を。Thank you.
ですね。ティーボーさんにはお茶。